左行かないね。今の前でちょっとシャットした感じ？そうですね。一応、シャットをイメージして。あ、そうそうそう。うん、そのぐらい。もうちょっと意識したい。うん、もうちょっとしていい。やりすぎですか？やりすぎてない。やりすぎてない。なんかルール決めようか、じゃあ。はい。あ、ちょうどいいです。ちょうどいいですね。うん。こうやって、フィニッシュまで振り切った方がいいですか？素振りも。はい。止めない方がいい。はい。あ、そうそう。これを、はい、こう少し右の高いところに出す感じで、そのまま体と肘がずっと一緒のまま、イメージ的には、あ、こっちから出すぎ。もう回転で、ちょっと右前、ん？ん？ん？力めっちゃ入ってますね。そうね。体の回転で、回転で動く、肘が、はい、一緒に。うん、体が使えてないってことですか、ね、あ、そうそうそう。ここだけこう来て、ここだけポイッとこう画像するから、はい、じゃなくて、このまま一緒にこう、はい、肘とこう胸で運ぶって感じで、はい、右前にポーンとインサイドから出す感じ。ちょっとショットスイングで打ってみていいですか、うんうんうん、打ってみて。ちょっとシャットに引いて、からの、そうそうそう、あっちに出す。それをバックスイング行くときに、ちょっとこう、少しインシャットに行くような感じで、あ、そうそうそう。こう引いといて、このまま、いいよ。両肘と胸が一緒に。あ、そんな固めてなくていい。自然でいいんだけど。はい。うん、握ってるんだね、左ね、強く。そうですね。よかった。止めると結構力入ってんだなぁって思いました。ね、はい、体止まって、結局こう手で打つ癖が強いから、ね、多分一番ここが力が入ってる。ああ、なるほどね。そうだと思う。うん。はい、引くときに手首の形はもうできてて、はい、そのまま、肘と、胸で。はい。そうそうそう。いいんじゃない？はい、今のは良かったです。良かったね。はい。今少しちょっと右から気持ち、まあ、球筋はまっすぐになるかもしれないけど、はい、こうちょっと右からドローな感じじゃないけど、こう引っかからないで右に出るけど強い球。はい。の練習を。はい。じゃあ今こっち向けて言ってるね。やってます。はい。というのやってます。というレッスン風景です。はい。今、高知県にキャンプに来てて。そうなんですよ。めっちゃ暖かい。
そう。ですよね。あったかいですか？あったかいよ。めっちゃあったかかったよ。うん。はい。で、今撮影は明先生で、はい、後ろは、ひー先生が。はい、みんなで練習してます。はい。もう一回ちょっと。若干ね、フォローが小さくなって、こう、ちょっと球が捕まる時があったから、はい。左にね。そうですよね。うん。手首がオープンになって、それをこう、捕まえにかかるって感じになってたから、はい。閉じといて、肘と胸で大きく空に振っていく感じ。あ、そう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 。あ、めちゃくちゃいいです。いいですか？うん。振り方的にはすっぽ抜けるような感じだと思うから、はい、まあそれをちょっとこう、見たときに。もうちょっとじゃあ今のはやってもよかったそうそうってことですかね。結構ね、こうチェックするときはこのぐらいにこうしてんだけど、はい、打つときは案外やってないかも。できてないけど。うん、引き始めがね。はい。で、ちょっとオープンスタンスで打つという、まあ、いろいろ。はい。組み合わせてます。はい。あ、いいね。うん。いいんじゃない？いいですね。やっぱ今めちゃくちゃ意識したんですよ。今ぐらいが多分。ちょうどいいです。ちょうどいい感じです。はい、こんな感じで。なんか面白いトークして。面白いトークないですよ。でも高知県はいいところだなっていう。何食べたん昨日？カツオ食べました。カツオ。いっぱい食べましたけど。全部美味しかったよね。全部美味しかったです。はい。今日もミキティチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。あとコメントに質問って最近やってんの？あ、はい、一応毎週募集はしてるので。来ないな、みんな、もうそうか。ぜひ僕の方に質問が来ても、僕の方はあの YouTube のコメント欄の方はちょっと答えてないんですけど、みきちゃんの方はサービス満点なんで、はい、質問、はい、嫌な質問は僕は削除しますけど、はい、いい質問は答えてくれるので、お待ちしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。